推薦太宰治。ただなお狂業上軌という小説を読んだのは、僕が13か4の時のことで、それっきり、再読の機会を得なかったが、あの一遍の筋書きだけは、20年後の今も、なお、忘れずに記憶している。奇妙に悲しい物語であった。剣術の、上手な若い殿様が。 家来たちと試合をして片っ端から打ち破って大いに得意で庭園を散歩していたら嫌な囁ささきが庭の暗闇の奥から聞こえた。殿様もこの頃はなかなかのご上達だ。負けてあげる方も楽になった。あははは。家来たちの不用心な死後である。それを聞いてから殿様の行情は一変した。 真実を見たくて狂った。家来たちに真剣勝負を挑んだ。けれども家来たちは真剣勝負においてさえも本気に戦ってくれなかった。あっけなく殿様が勝って家来たちは死んでゆく。殿様は狂い回った。すでに恐るべき暴君である。ついには家も断か痩せられその身も監禁せられる。 確かそのような筋書きであったと覚えているがその殿様を僕は忘れることができなかった時々思い出してはだめ息をついたものだけれどもこの頃気君の悪い疑念が不意と起こって誇張ではなく夜も眠られぬくらいに不安になったその殿様は本当に現実の素晴らしい名人だったのではあるまいか 家来たちもわざと負けていたのではなくて本当に殿様の腕前にはかなわなかったのではあるまいか。庭園の死後も家来たちの卑劣な負け惜しみに過ぎなかったのではあるまいか。ありえることだ。僕たちだって良い先輩に散々自分たちの仕事を罵倒せられその先輩の高い情熱と正しい感覚にほとほと参ってしまっても その先輩と別れた後で、あの先輩も、この頃は、なかなかの元気じゃないか。もういたわってあげる必要もないようだ。あははは。などという実に、癒やしいささめ事を交わしたよりも、ないわけではあるまい。それは、あり得ることなのである。家来というものは、その人柄において、必ず、 殿様よりも劣っているものである。あの庭園の死後も、家来たちのひねこびた自尊心を満足させるための汚い負け惜しみに過ぎなかったのではあるまいか。とすると、立然とするのだ。殿様は、真実をつかみながら、真実を追い求めて狂ったのだ。殿様は、事実、現実の名人だったのだ。家来たちは、 決しててわざと負けていたた。のではなかった事実、かなわなかったのだ。それならば、殿様が勝ち、家来が負けるというのは当然のことで、後でごたごたの起こるべきはずはないのであるが、やっぱり、大きい惨事が起こってしまった。殿様が、ご自分の腕前に、不動の自信を持っていたならば、何の異変も起こらず、すべてが平和であったのかもしれぬが、 古来、天才は自分の進化を知ること、甚だ疎いものだそうである。自分の力が信じられぬ。そこに、天才の反問と、深い祈りがあるのであろうが、僕は俗人の盆栽だから、その辺のことは正確に説明できない。とにかく、殿様は、自分の腕前に、絶対の信頼を置くことは、できなかった。事実。 名人の卓伐の腕前を持っていたのだが、信じることができずに狂った。そこには、殿様という隔絶されたご身分による不幸もあったに違いない。僕たち長屋住居のものであったら、お前は、俺を偉いと思うか、思いません。そうか、というだけで済むことも、殿様ともなれば、そうもいくまい。 天才の不幸、殿様の不幸、という具合に考えてくると、いよいよ、僕の不安が増大してくるばかりである。似たような惨事が、僕の身辺に置いて起こったのだ。その事件のために、僕は、あの、ただなお、業蒸気を自ら思い出し、そうして一夜、うちや、意と、恐ろしい疑念に取りつかれたりひとして、あれこれ思い合わせ、誇張ではなく、 夜も眠られぬほど不安になった。あの殿様は本当に剣術が素晴らしく強かったのではあるまいか。けれども問題はもはやその殿様の身の上ではない。僕のただなお今日は33歳の女性である。そうして僕の役割はあの庭園で浅ましい負け惜しみを言っていた家来であったかもしれないのだからいよいよ。 やりきれない話である草田宗兵衛氏の夫人草田静子この人が突然私は天才だと言って家出したというのだから驚いた草田氏の家と僕の成果とは別に血のつながりはないのだがそれでも先々代あたりからお互いに親しく交際している交際しているなどと言う時声もいいけれど実情は 僕の成果の者たちは草出しの家に出入りを許されているとでも言った方が当たっている俗に言うご身分も財産も僕の成果などとはまるで勘違いなのであるいわば僕の成果の方で交際をお願いしているというような具合なのであるまさしく殿様と家来である当主の総兵衛氏はまだ若い若いと言っても もう40は越している。東京帝国大学の経済科を卒業してから、フランスへ行き、5、6年遊んで、日本へ帰ると、すぐに遠い親戚筋の家。この家は、後間もなく没落した。その家の一人娘、静子さんと結婚した。夫婦の中も、まず円満、と言って良い状態であった。一女を儲け、張子と名付けた。パリウを、 もじったものらしい。蒼兵衛氏は、ハイカラな人である。背の高い、堂々たる美男である。いつも、ニコニコ笑っている。いい洋画を、たくさん持っている。ドガの競馬の絵が、その中でも一番自慢のものらしい。けれども、自分の趣味の高さを誇るようなそぶりは、ちっとも見せない。美術に関する話も、あまりしない。 毎日、自分の銀行に通勤している。要するに、一流の紳士である。六年前に先代が亡くなって、すぐに、総兵氏が、草田の家を継いだのである。夫人は、ああ、こんな身の上の説明をするよりも、僕は、数年前の、ある日のささやかな事件を描写しよう。その方が早道である。三年前のお正月、僕は、 草田の家に念しに行った僕は友人にも時たまそれを指摘されるのだがよっぽどひがみ根性の強い男らしいことに8年前ある事情で聖家から離れ自分一人で極貧に近いその日暮らしを始めるようになってからは一層ひがみも強くなった様子である人に侮辱をされはせぬかと散りかけている枯葉のように絶えず ぷるぷる命を懸けて緊張している。やりきれない悪徳である。僕は、草田の家には、めったに行かない。生家の母や兄は、今でも、ちょいちょい、草田の家に、お疑いしているようであるが、僕だけは行かない。高等学校の頃までは、僕も、無邪気に遊びに行っていたのであるが、大学へ入ってからは、もう嫌になった。 草田の家の人たちは、みんないい人ばかりなのであるが、どうも行きたくなくなった。金持ちは嫌だ、という単純な思想を持ち始めていたのである。それが、どうして、3年前のお正月に限って、お姉子しなどに行く気になったかというと、それは、そもそも僕自身が、だらしなかったからである。その前年の師走、草田夫人から、僕に、突然、 正体の手紙が来たのである。しばらくお会いいたしません。来年のお正月には、ぜひとも遊びにおいでください。主人も、楽しみにして待っております。主人も私も、あなたの小説の読者です。最後の一句に、僕は浮かれてしまったのだ。恥ずかしいことである。その頃、僕の小説も、少し売れ始めていたのである。 白状するが、僕は、その頃いい気になっていた。危険な時期であったのである。ふやけた気持ちでいたとき、草田夫人からの招待状が来て、あなたの小説の読者ですなどと言われたのだから、たまらない。北祖園で、ご招待まことにありがたく、うんぬんと、色気たっぷりの返事を書いて、そうして翌年の正月1日に、のこのこ出かけて行って、 見事、眉間をざくりと割られるほどの大地辱を受けて帰宅した。その日、草田の家では、ずいぶん僕を歓待してくれた。他の年始のお客にも、いちいち、僕を流行作家として紹介するのだ。僕は、それをやゆ、侮辱の言葉と思わなかったばかりか、ひょっとしたら、僕はもう、流行作家なのかもしれないと考え直してみたりなどしたのだから。 話にならない。惨めなものである。僕は酔った。蒼兵氏を相手に大いに酔った。もっとも酔っ払ったのは僕一人で、蒼兵氏はいくら飲んでも顔色も変わらず、そうして気弱そうに無理に微笑して僕の文学団を聞いている。一つ、奥さん、と僕は図に乗って夫人へ杯を刺した。いかがです。 いただきません。夫人はひや答えた。それが、何とも言えず、骨の髄に徹するくらいの、霊厳な誤調であった。底知れぬ軽蔑感が、そのたった一語に、込められてあった。僕は、参った。酔いも覚めた。けれども苦笑して、あ、失礼。つい酔いすぎて。と軽く言って、その場をごまかしたが、 が煮えくり返ったさらに一つ。僕は、もうそれ以上お酒を飲む気もせず、ご飯を食べることにした。しじみ汁が美味しかった。せっせと貝の肉を箸でほじくり出して食べていたら、あら、夫人は、小さい驚きの声を上げた。そんなもの食べて、何ともありません。無心な質問である。思わず、 箸とお椀を取り落としそうだった。この貝は食べるものではなかったのだしじみ汁はただその汁だけを飲むものらしい貝はだしだ貧しい者にとってはこの貝の肉だってなかなかおいしいものだが上流の人たちはこの肉を大変汚いものとして捨てるのだなるほどしじみの肉はおほぞみたいで醜悪だ 僕は何も返事ができなかった無心な驚きの声であっただけに手痛かったことさらに上品ぶってそんな質問をするのなら僕にも応答のしようがあるけれどもその声は全く本心からの純粋な驚きの声なのだから僕は参った成り上がり者の流行作家は箸とお椀を持ったままうなだれて 何も言えない。涙が湧いて出た。あんな手ひどい恥辱を受けたことがなかった。それっきり、僕は、草田の家へは行かない。草田の家だけでなく、その後は、他のお金持ちの家にも、なるべく行かないことにした。そうして、僕は、意地になって、貧乏の薄汚い生活を続けた。昨年の9月、僕の老屋の玄関に、 意外の客人が立っていた。草田宗兵氏である。静子が来ていませんかいいえ。本当ですかどうしたのです僕の方で反問した。何か訳があるらしかった。家は散らかっていますから、外へ出ましょう。汚い家の中を見せたくなかった。そうですね。 草田氏は、おとなしくうなずいて、僕の後についてきた。少し歩くと、井の頭公園である。公園の林の中を歩きながら、草田氏は語った。どうも行けません。今度は、しくじりました。薬が、効きすぎました。夫人が、家出をしたというのである。その原因が、実に馬鹿げている。数年前に、 夫人の実家が破産した。それから、夫人は、妙に飛躍取りすました女になった。実家の破産を、非常な恥辱と考えてしまったらしい。なんでもないじゃないか、といくら慰めてやっても、いよいよ、ひがむばかりだという。それを聞いて、僕も、お正月の、あの、いただきませんの、異様な霊言が理解できた。静子さんが、 草田の家にお嫁に来たのは、僕の高等学校時代のことで、その頃は、僕も、平気で、草田の家に、ちょいちょい遊びに行っていたし、新婦人の静子さんとも話を交わして、一緒に映画を見に行ったことさえあったのだが、その頃の新婦人は、決してあんな、骨を刺すような口調で物を言う人ではなかった。無知なくらいに、明るく笑う人だった。 あの元旦に久しぶりで顔を合わせてすぐに僕は何も言葉を交わさぬ先から変わったなあと思っていたのだがそれではやはり実家の破産という優秀があの人をあんなにひどく変化させてしまっていたのに違いないヒステリーですね僕はふんと笑っていったさあそれが草田氏は 僕の軽蔑に気がつかなかったらしく、真面目に考え込んで、とにかく、僕が悪いんです。おだてすぎたのです。薬が効きすぎました。草田氏は、夫人を慰める一手段として、夫人に洋画を習わせた。一週間に一度ずつ、近所の中泉河川とかいう、もう六十歳近い、下手くそな老画博のアトリエに通わせた。さあ、 それから褒めた草田氏をはじめその中泉という老いぼれの画伯とそれから中泉のアトリエに通っている若い研究生たちまた草田の家に出入りしているうぞうむぞう寄ってたかって夫人の意を褒めちぎってあげくの果ては夫人の逆上ということになり私は天才だとくちばしって家でしたというのであるが僕は話を聞きながら。 何度も吹き出しそうになって困った。なるほど薬が効きすぎた。お金持ちの家庭にありがちな、バカバカしい喜劇だ。いつ、飛び出したんです。僕は、もう草田夫妻を、バカに仕切っていた。昨日です。なんだ。それじゃ、何も騒ぐことはないじゃないですか。僕の女房だって、僕があんまりお酒を飲みすぎると、 里へ行って一晩泊まってくることがありますよ。それとこれとは違います。静子は芸術家として自由な生活をしたいんだそうです。お金をたくさん持って出ました。たくさんちょっと多いんです。草出しくらいのお金持ちがちょっと多いというくらいだから5,000円。 あるいは一万円くらいかもしれないと僕は思った。それはいけませんね。初めて少し興味を覚えた。貧乏人はお金の話には無関心でおれない。静子はあなたの小説をいつも読んでいましたからきっとあなたのお家へお邪魔に上がっているんじゃないかと。冗談じゃない。僕は敵ですと言おうと思ったのだが いつもニコニコ笑っている草出しが、今日ばかりは青くなってしょげ返っている、その様子を目前に見て、ちょっと言い出しかねた。吉祥寺の駅の前で別れたが、別れる時に、僕は苦笑しながら訪ねた。一体、どんな絵を描くんです変わっています。本当に天才みたいなところもあるんです。意外の答えであった。へえ。 僕は二の句が告げなかった。つくづく、バカな夫婦だと思って、呆れた。それから三日目だったか、我が天才女子は、絵の具箱をひっさげて、僕の牢奥に出現した。ナッパ服のような粗末な洋服を着ている。気味悪いほど頬がこけて、目が異様に大きくなっていた。けれども、いわば、一流の貴婦人の品位は、おかしがたかった。 お上がりなさい。僕は、ことさらに乱暴な口を聞いた。どこへ行っていたのですか。草田さんがとても心配していましたよ。あなたは、芸術家ですか。玄関の叩たたきに突っ立ったまま、そっぽを向いてそうつぶやいた。礼の悲哀、高慢な口調である。何を言っているのです。キザなことを言ってはいけません。 草田さんも並行していましたよ。ハリコちゃんのいるのをお忘れですかアパートを探しているのですけど、夫人は、僕の言葉を全然黙殺している。この辺にありませんか奥さん、どうかしていますね。物洗いの種ですよ。およしになってください。一人で仕事をしたいのです。夫人は、 ちっとも悪びれない。家を一軒借りてもいいんですけど。薬が効きすぎたと草田さんも後悔していましたよ。20世紀には芸術家も天才もないんです。あなたは俗物ね。平気な顔をしていった。草田の方がまだ理解があります。僕に対して。 こんな湿気なことを言うお客には帰ってもらうことにしている。僕には信じている一字があるのだ。誰彼に分かってもらわなくともいいのだ。嫌なら来るな。あなたは何しに来たのですか。お帰りになったらどうですか。帰ります。少し笑って絵をお見せしましょうか。たくさんです。 いてかっていますそう僕の顔をそれこそ鼻の開くほど見つめたさようなら帰ってしまったなんということだあの人は確か僕と同じ年のはずだ十二三歳の子供さえあるのだ人におだてられて発狂したおだてる人もおだてる人だ 不愉快な事件である。僕は、この事件に対して、恐怖をさえ感じた。それから約2ヶ月間、静子夫人の来訪はなかったが、草田総兵士からは、その間に、5、6回、手紙をもらった。困りきっているらしい。静子夫人は、その後、赤坂のアパートに帰居して、はじめは、神妙に、 中泉画伯のアトリエに通っていたがやがてその老画伯をも軽蔑して絵の勉強はほとんどせず画伯のアトリエの若い研究生たちを自分のアパートに呼び集めてその研究生たちのお世辞によって毎晩有頂天のバカ騒ぎをしていた草田氏は恥をしのんで単身赤坂のアパートを訪れ家へ帰るように懇願したがダメであった 静子夫人には鼻であしらわれ、取り巻きの研究生たちにさえ、伝才の敵として攻撃せられ、その上、持っていたお金をみんな巻き上げられた。三度訪れたが、三度とも同じ雪目にあった。もう今では、草出しも覚悟を決めている。それにしても、張り子が不憫である。どうしたらよいのか、男子として、こんな苦しい立場はない。 と40歳を超えた一流紳士の草田氏が僕に手紙で言ってよこすのである。けれども僕もいつか草田の家で受けたあの大地辱を忘れてはいない。僕には時々自分でもぞっとするほど執念深いところがある。一度受けた侮辱をどうしても忘れることができない。草田の家のこの度の不幸に同情する気持ちなど少しも起こらぬのである。 草田氏は、僕に、再三、どうか、よろしく静子に解いてやってくださいと、手紙で頼んできているのだが、僕は、動きたくなかった。お金持ちの使い走りは、嫌だった。僕は、奥さんに、大変軽蔑されている人間ですから、とてもお役には立ちません。などと言って、いつも断っていたのである。十一月の初め、 庭のサザンカが咲き始めたた。頃であったその朝、僕は、静子夫人から手紙をもらった。耳が聞こえなくなりました。悪いお酒をたくさん飲んで、中耳炎を起こしたのです。お医者に見せましたけれども、もう手遅れだそうです。夜間のお湯が、シュンシュン沸いている、あの音も聞こえません。窓の外で、 木の枝が枯れ葉を散らして揺れ動いておりますが、何にも音が聞こえません。もう、死ぬまで聞くことができません。人の声も、地の底から言っているようにしか聞こえません。これも、やがて、全く聞こえなくなるのでしょう。耳がよく聞こえないということが、どんなに寂しい、もどかしいものか、今度という今度は思い知りました。買い物などに行って 私の耳の悪いことを知らない人たちが、普通の人に話すように、ものを言うので、私には、何を言っているのか、さっぱりわからなくて、悲しくなってしまいます。自分を慰めるために、耳の悪い、あの人やこの人のことなど思い出してみて、ようやくのことで、一日を過ごします。この頃しょっちゅう、死にたい、死にたいと思います。そうしては、 ハリコのことが思い浮かんできて、何とかして粘って、生きていなければならぬと思い返します。こないだうち、泣くと耳に悪いと思って、我慢に我慢していた涙を、ついに、三日前、こらえきれなくなって、一度に滝のように流しましたら、気分が、いくらか楽になりました。もう今では、耳の聞こえないことに、ほんの少し、諦めも出てきましたが、 悪くなり、初めの頃は、反響乱でしたの。一日のうちに、何回も何回も、火箸で持って、火鉢の縁を叩いてみます。音がよく聞こえるかどうか、試してみるのです。夜中でも、目が覚めさえすれば、すぐに、寝床に腹ばいになって、ポンポン火鉢を叩いてみます。浅ましい姿です。畳を爪でひっかいてみます。 なるべく聞き取りにくいような音を選んでやってみるのです人が訪ねてくるとその人に大きな声を出させたり小さい声を出させたり1時間も2時間もしつこく続けて注文していろいろさまざま聴力を試してみるのでお客様たちは並行してこの頃はあんまり訪ねてこなくなりました夜遅く電車通りに一人で立っていて すぐ目の前を走っていく電車の音に耳を澄ましていることもありました。もう今では電車の音も髪を引き裂くくらいの小さい音になりました。間もなく何にも聞こえなくなるのでしょう。体全体が悪いようです。毎をお寝まきを三度も取り替えます。寝汗でぐしょぐしょになるのです。今まで描いた絵はみんな破って捨てました。 一つ残さず捨てました。私の絵はとても下手だったのです。あなただけが本当のことをおっしゃいました。他の人はみんな私をおだてました。私はできることならあなたのように貧しくとも気楽な芸術家の生活をしたかった。お笑いください。私の家は破産して母も間もなく死んで 父は北海道へ逃げていきました。私は草田の家にいるのがつらくなりました。その頃からあなたの小説を読み始めて、こんな生き方もあるかと生きる目標が一つ見つかったような気がしていました。私もあなたと同じ貧しい子です。あなたにお会いしたくなりました。3年前のお正月に、 本当に久しぶりにお目にかかることができて嬉しゅうございました。私はあなたの気ままな酔い,い方を見て妬ましいくらい羨ましく思いました。これが本当の生き方だ。虚職も世辞もなくそうして一人誇りを高くして生きている。こんな生き方がいいなと思いました。けれども私にはどうすることもできません。 そのうちに主人が私に絵を描くことを勧めて私は主人を信じていますので今でも私は主人を愛しております。中泉さんのアトリエに通うことになりましたがたちまち皆さんの熱狂的な称賛の的になり初めは私もただ当惑いたしましたが主人まで真顔になってお前は天才かもしれぬなどと申します。私は 主人の美術館照明をとても尊敬していましたのでとうとう私も逆上しかねて憧れの芸術家の生活を始めるつもりで家を出ました。バカな女ですね。中泉さんのアトリエに通っている研究生たちと一緒に23日箱根で遊んでその間にちょっと気に入った絵ができましたのでまずあなたに見ていただきたくて遺んで。 あなたのお家へ参りましたのに、思いがけず、散々な目に遭いました。私は恥ずかしゅうございました。あなたに絵を見てもらって、褒められて、そうして、あなたのお家の近くに曲がりでもして、お互い貧しい芸術家としてお友達になりたいと思っていました。私は狂っていたのです。あなたに面んばせられて、初めて、私は、正気になりました。 自分のバカを知りました。若い研究生たちがどんなに私の絵を褒めてもそれはみんな浅はかなお世辞で影では舌を出しているのだということに気がつきました。けれどもその時にはもう私の生活が取り返しのつかぬところまで落ちていました。引き返すことができなくなっていました。落ちるところまで落ちてみましょう。私は 毎晩お酒を飲みました。若い研究生たちと徹夜で騒ぎました。焼酎も、ジンも飲みました。きざな、バカな女ですね。愚痴は、もう申しますまい。私は、潔く罰を受けます。窓の外の木の枝の揺れ具合で、風がひどいなと思っているうちに、雨が、横殴りに降ってきました。雨の音も、風の音も、 私には何にも聞こえませぬ。サイレントの映画のようで、恐ろしいくらい、寂しい夕暮れです。この手紙にお返事はいりませんのですよ。私のことは、どうか気になさらないでください。寂しさのあまり、ちょっと書いてみたのです。あなたは平気でいらしてください。手紙には、アパートのところ、番地も認められていた。僕は出かけた。 小綺麗なアパートであったが、しずこさんの部屋はひどかった。六畳間で、そうして部屋には何もなかった。火鉢と机、それだけだった。畳は赤ちゃけて、湿っぽく、部屋は日当たりも悪くて薄暗く、果物の腐ったような嫌な匂いがしていた。しずこさんは窓園に腰掛けて笑っている。さすがに、みなりは。 きちんとしている。顔にも美しさが残っている。2ヶ月前に見たときよりも、太ったような感じもするが、けれども、なんだか気味が悪い。目に、力がない。生きている人の目ではなかった。瞳が灰色に濁っている。無茶ですね。と、僕は叫ぶようにしていったのであるが、静子さんは、首を振って、笑うばかりだ。 もう全く聞こえないらしい。僕は、机の上の陽線に、草田の家へ、帰りなさいと書いて静子さんに読ませた。それから、二人の間に、筆談が始まった。静子さんも、机のそばに座って、熱心に書いた。草田の家へ、帰りなさい。すみません。とにかく、帰りなさい。帰れない。なぜ 帰る資格、ない。草田さんが、待ってる。嘘。ほんと。帰れないのです。私、過ちした。バカだ。これからどうする。すみません。働くつもり。お金、イルカ。ございます。絵を、見せてください。ない。一枚も、ありません。僕は、急に、 静子さんの絵を見たくなったのである。妙な予感がしてきた。いい絵だ。素晴らしくいい絵だ。きっと、そうだ。絵を、描いてゆくぎないか。恥ずかしい。あなたは、きっとうまい。慰めないでほしい。本当に、天才かもしれない。よしてかさい。もうお帰りかさい。僕は苦笑して立ち上がった。 帰るより他はない。静子夫人は、僕を見送りもせず、座ったままで、ぼんやり、窓の外を眺めていた。その夜、僕は、中泉画伯のアトリエを訪れた。静子さんの絵を見たいのですが、あなたのところにありませんかない。老画伯は、人の良さそうな笑顔で、ご自分で、全部破ってしまったそうじゃないですか。 天才的だったのですがね。あんなに、わがままじゃいけません。ガキ尊寺のデッサンでも、なんでも、とにかく見たいのです。ありませんか。待てよ。老画伯は、首を傾けて、デッサンが3枚ばかり、私のところに残っていたのですが、それを、あの人がこの間やってきて、私の目の前で破ってしまいました。誰か、 あの人の絵をこっぴどくやっつけたらしく、それからは、もう、あ、そうだ、ありました、ありました。まだ一枚残っています。うちの娘が、確か、水彩を一枚持っていたはずです。見せてください。ちょっとお待ちください。老画伯は、奥へ行って、やがてニコニコ笑いながら、一枚の水彩を持って出てきて、 よかった、よかった。娘が秘蔵していたので、助かりました。今残っているのは、おそらくこの水彩一枚だけでしょう。私は、もう、一万円でも手放しませんよ。見せてください。水仙の絵である。バケツに投げ入れられた二十本ほどの水仙の絵である。手に取ってちらと見て、ビリビリと引き裂いた。 何をなさる老化伯は驚愕した。つまらない家じゃありませんか。あなたたちは、お金持ちの奥さんに、おべっかを言っていただけなんだ。そうして、奥さんの一生を台無しにしたのです。あの人をこっぴどくやっつけた男というのは僕です。そんなにつまらない家でもないでしょう。老化伯は、急に自信を失った様子で。 私には今の新しい人たちの絵はよくわかりませんけど僕はその絵をさらに細かに引き裂いてストーブにくべた僕には絵がわかるつもりだ草出しにさえ教えることができるくらいにわかるつもりだ推薦の絵は断じてつまらない絵ではなかった美人だったなぜそれを僕が引き裂いたのか それは、読者の推量に任せる。静子夫人は、草田氏の手元に引き取られ、その年の暮れに自殺した。僕の不安は増大する一方である。なんだか天才の絵のようだ。おのずから、ただなお京の物語などを思い出され、ある夜ふと、ただなお京も、事実素晴らしい剣術の達人だったのではあるまいかと、奇妙な疑念にさえらわれて、この頃は、 夜も眠られぬくらいに不安である二十世紀にも芸術の天才が生きているのかもしれぬ